最近暑いからハンディファン Amazon で買っちゃった。まだかな。お、来た来た。ご苦労様です。どうもありがとうございました。ああ、ようやく届きましたよ。ハンディファン予想以上に良かったけど、通販で買った商品の段ボール箱って邪魔ですよね。今回はそんな段ボール箱を車に変えちゃいます。夏休みの自由研究にもいいかもです。それではやっていきましょう。まず、車の車体部分を切っていきます。まあ決まりはないので参考に大きさ説明します。サイドドア部分は4センチ、土台は10センチです。車の長さは20センチです。理由はこの前作ったミディフィギュアが男性が約20センチ、女性が約17センチだからです。それでは指に気をつけて切っていきます。はい、切り終わりました。段ボール硬くて切りづらいですよね。この縦線は比較的切りやすいですけど、まあそれは置いといて、これで基本的な部分は切りました。次は切って余った部分も使うので説明します。上のフロントガラスは3センチ、モーター部分は5センチ、車の前はドア部分と同じにしなければならないので4センチです。先ほどの点線を内に曲げるとこんな感じです。フロントガラスをカッターでくり抜きます。手には十分気をつけてくださいね。くり抜いた部分を透明なフィルムか何かを貼るのもありです。よりガラスっぽくなるかもです。窓の縁は細いのでしっかり切れ目を入れないとちぎれる可能性があります。できました。次は今作ったものをさっきの胴体にくっつけます。ガムテープはよく使うので手でちぎれるものがおすすめです。だいぶ少なかったけど大丈夫かな。隙間ができないようにしっかり貼りましょう。
ア部分はフロントガラスから 6cm のところで切れ目を入れます。ここもカッターで切れ目を入れるので、気をつけてください。ちょうど縦線なので折り目を入れやすいです。ドアにすると後ろの部分が外に曲がってしまうので、内側をセロテープで留めるのもありです。だいぶ形になってきましたね。次はタイヤを作ります。普通車は 1.5 センチで作っています。オフロード車の場合は2センチで作っています。ここは好きなようにして大丈夫です。デザインはこんな感じです。穴を開けて、竹串を通して接着剤、またはボルトで固定します。止める場所は2箇所あって、前と裏も止めた方が安定します。今から乾かすのは大変なので、すでに乾いているものを使います。竹串の長さは、車体より少し大きめに切りましょう。経験上せっかく乾いたのに、幅がキツキツでタイヤが回りにくいことがありました。ここも好きなようにしてみましょう。
車のナンバーとかもつけたかったらつけてみてください。次はハンドルを作ります。使うものは爪楊枝とセロテープです。爪楊枝を真ん中に差し込んでつまみが出るように、この部分が抜けないようにセロテープで固定します。軸を支える部分、用意し忘れてた。長さは先端が見えるくらいの長さにして、その部分をさっきと同じようにセロテープで留めます。便利ポイント、段ボールの穴はオプションパーツが作りやすいです。このように回せます。それではこれを右ハンドルとして固定します。ここも右ハンドルにしても外車にしてもいいですよ。ここもよく曲がるので、何か固定できたらいいけど。車作りは私もまだまだ未熟なので。最後はタイヤをつけていきましょう。
車の幅の少し短いくらいの材料を曲げて使います。それをセロテープかガムテープで固定します。ただ、ガムテープだと反発してくっつきにくいので、私はセロテープを使います。私はできました。おまけに、さっき言った段ボールの穴の応用編。自衛隊の高機動車の屋根を作りたくて試したものの紹介です。これ。よくないですか？ここに止めて固定してます。まあこういうこともできますよということで、だいぶ長くなってしまいましたが、今回はこれで終わります。疲れた。ダンボールといえばメタルギア。